花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやってまいりましょう。まずは松下俊美さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。今日はね、久しぶりにね、はい、素敵なゲストをご紹介しましょう。はい、浩二大内さん、イエイ。久しぶりです。久しぶりでもないですね。そう1年も経ってない。1年経ってないですかね。1年経ってない。もう今大活躍、ね、僕最近出たような記憶がありますけどね。本当、この間ボールペンもらったんだよね。そう、そう、今日もありがとう。今日も、今日もいただきました。今日はちょっとこれは宣伝が入ってますね。はい、ということでですね、まず1曲このライブCD からね、聞いてみましょうか。これタイトルは何でしょうか。カクチブルース。ああ、まだ酒の飲みが足りんね。今日足りんばい。おっちゃん焼酎もう一杯。コージ飲みすぎばい。焼酎飲みゃいいんてげなもん。どんぐれどんぐれどんぐれ焼酎飲みゃいいんてげなもん。で飲みゃ飲むほど思い出す、お前か温情。なしゃ、ベイビー教えてくれや、どげんこってんす、お前んためんどげんこってん。なしゃろ、ベイビー焼酎ん上てげなもん。で飲みゃ飲むほど思い出す、お前かおんじょ。はい、ということでですね、角打ちブルース、いかがなもんでしょうか。これ言葉は今喋ってたんだけど、下弁っていうかさ、でも大体まあ俺九州だから、全然普通にわかるけど、一般のお客さんっていうのはあれ大体わかるよね。僕はほら分かると思って歌ってますからね。100%。 それはそうだね。めちゃめちゃ伝わってるなと思うんだから歌ってますから。でもなんとなく分かりますよ。そうでしょ、分かるわけじゃない。いやでもその意味が分かることもあれなんだけども、やっぱそういう独特なね、まあもともとライトニー・ホプキンスとかそういう、まあ、手法ではあるけども、そのオリジナルをねこうやってなんかこう乗っけていくっていうのは素晴らしいなと思ってね。毎回そう思いますよね。毎回ねそう思いますよ、そのフィーリング。はい、そうです ね、まあ結構日本語難しいって言われてますけど、まあ下辺に関してはまあ乗りやすいなと思ってやってます、ね。方言っていうのはやっぱり結構乗りやすいと思う。ね、リズムがちょっと出るよ ね、多分全国
の方言は そうなんじゃないですか。そうそうそう、多分乗りますよね、歌ってるのもやっぱり乗りますしね、うん、そうそう、広島ジャケンとかね、うん、ジャケンですか。高知とかだったらオンシャーとか言うね。そういうのもね、ありますけども、久しぶりにね、高知大石さん今日はねご紹介しておりますけどもですね、そう、まあね、今日ちょっといろいろね、映画のこともね、お話ししたいんですけどもですね、最近は どんなライブ活動をやってますか。やっぱりまあ結構、こういう状況なのでね、大変だと思うんだけども、この前やったのは別府で、うんうん、別府ストック第2、別府ストック第2弾で、うんうん、有山淳二さんとか、バンバンバザール、あ、はいはいはい、一緒にね、別府のライブハウスでやらせてもらいましたけどね、まあ、お客さん制限してるから、まあ、超満員というわけにはいかないんですけど、うんうん、やっぱ盛り上がりますね、みんなこう飢えてる感じがして、音楽に。あ、そうだね、本当みんな嬉しそうな感じ、やってる方も聴いてる方もね、なんかやっぱそういう全てをその制限されてね、まあ、この2年間ね、みんなその中で生きてたんだけども、やっぱ不安とかそういうのばっかりがさ、心に残ってくるじゃない、はい、なんかそのニュースとか聞いててもね、うん、毎日ずっとそういうことばっかりだからさ、でもそういうやっぱ音楽を通じてね、みんな元気になるっていうかね、であなたの流れは今ものすごくいい感じに流れてない。まあ僕が流れてるっていうよりはその周りがね、周りがね、そういう風になんかこう、まあ、映画にしてもそうなんですけどね、うんうん、そういうやってくれてる、うん、まあ僕は 何もやってないですね、うん、ライブもやってないし。ああ、なるほどね、でもそういう時期にたまたまこういうね、映画とかのまあ話とかもねあってっていうことで、ちょうどいいよね、ちょうどいい、うん、映像で見られるっていうのがね、うん、だからコロナ開けたら、うん、もうすぐ楽しみですね、もうなんか爆発するんじゃないかと思って。ああ、なるほどね、みんなね、うん、うん、そうだね、うん、でもまああなたはやっぱ人柄がすごくいいから、みんながね浩二を囲む会みたいなのあるじゃん、応援する会。人柄いや、人柄でいいと思うよ。いや、人柄もそうだけど、やっぱ歌の魅力でしょ。あ、歌の魅力ももちろんあるんだけども、うん、やっぱ変わらないから、いつあってもさ、うん、お、俺もギターさ、あ、俺いいのお前、なんかお前ちょっとエロなったらお前いいの使いようねと思ったら昔の山形だってそう、下敷き張り掛けを変えたらいいからそういうところがね、そうそう、そうですかね、そういうところは変わらないっていうかね、個性的ですよね、うん、もう一緒。そうなんですか、普通やらないですかね、こういうことはやりたいけど、ギブソンに変えたかな、ギブソンに見えるかなと思って、ね、面白いよ ね、うん、ね、許される、そういうね、変わらないっていうかね、うん、まあたまたま僕も九州の方なんでね、気がちょっとやっぱり合うのかもしれませんけども、うん、もともとはあれですか、そのこっち出てきたの何年ぐらい前になるんですかね。もう30年以上前ですね。30年ぐらい前、30年以上、うん、なるほどね、こっちの方が長いんですけどね、向こうは20年、ね、21年、21で出てきましたからね、もう今54歳になりますから。ああ、そうなんだね、俺ももう45年ぐらい経つもんね。みんなさ、やっぱり一発当てようと思って出てくるよね。まあね、最初、まあ、一発当てよう。違う、まあ、俺はさ、じゃないけど、いやいや、あなたはほら、自分のスタイルをね、ずっとその、ね、淡々とやってるわけで、俺らはどっちかというとメジャーなレコード会社から最初出たから。あ、そうなんですか。そう。それでやっぱり、それで一発当てて家の借金戻そうとかさそういうこと考えるわけよ、田舎住んでたら、うんうんうん、でもさ、やっぱり時代が時代でね、うん、僕らはそういうのしかなかったんよ、うん、ね、レコード会社のオーディションとか、でもね、今回やっぱりあなたがこうもともと持ってる、まあ浩二大内しかない世界をね、あなたが自分でこう作り上げたわけですけども、うん、今回ブルース・ドレイっていうね、まあこれ記録映画っていうかね、ドキュメンタリー、うん、ドキュメンタリー映画できましたけどもですね、うん、今日はちょっとその監督のね、はいはい、うん、
ね、監督いらしてますんでね、はい、ご紹介、まあ、松下さんとちょっと交代でっていう感じになりましょうが、はい、ご紹介しますか。はい、うん、ね、佐藤弘明さんです。はい、外にいらっしゃいますでしょうか。松下さんじゃあ、ね、あ、どうもどうもどうも、はい、どうぞお座りください。じゃあ失礼します。どうもよろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。あ、これマイクをね、コージちょっとギター弾くだけ、うん、このマイクをちょっと、うん、はい、どうもどうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかね、先ほど聞いてたら僕、僕の大型出身でね、高校の後輩やったけな。葬儀なんかね。葬儀なんです。葬儀なんかね。ねえ。葬儀な、葬儀な。浩二知っとった？知らんかったろ？知らんかったろ？知らんかったろ？ちょっと喋るところで、うん。同じ高校出身の人って東京でめったに会うもんじゃないもんね。俺びっくりしたもん。まあそうですかね。ねやっぱ。でも割と福岡の人ってね、東京に出てきたりするありますもんね。なるほどね。僕らの同級生も結構。うん、固まってこう出てきたりしてましたよね。なるほどね、うん、僕は大学も福岡だったんで、大体同級生って大学をこうね、大阪とか東京とかっていう風の友達が多くて、だからデビューの頃だったから、もう逆、みんな帰ってくる頃に僕出てきたんですよね。そうそう、だから友達がね、あまりいなくて、うん、そういうのはありましたけどね、うん、さて、その今回ね、ブルース・ドレイっていうね、この、映画ですけども、これは、まあ、コージ君と出会ったのっていうのはいつ頃になるんですかね。ね、多分2013年くらいだったと思うんですけども、うん、たまたま、うん、本当たまたまなんですよ、うん、サンハウスの鬼平さんの、うんうん、ドラムの、そうです、鬼平大江戸ブルース祭りっていうイベントが、まあ、山本慎也さんっていう人がやっていたイベントがあって、はい、でその鬼平さんの、その、まあ、バンドがライブをやるっていうんで、うん、たまたま僕見に行ったんですよ、東中野のね、うん、なんていうとこだったかな、小さい、うんうん、ライブハウスに、うん、そしたらその同じ鬼平大江戸ブルース祭りに、うん、浩二大内さん出ていて、うんうん、それで全然知らなかったんですけど、うん、いきなり出てきて、うん、もうひた弁でこれガーっていくでしょう、うん、わこれなんだこれやっていう、うんうんうん、すごいな。で僕もひた弁は実は親父が日田の出身で。そうなんですか。でそのひた弁とかもうほぼ、うん、ほぼ100% までいかんですけどね。分かったんで、わこれはすごいものと出会ってしまったっていう。へー。でその後は、まあ、映画どうのこうのじゃなくて、うん、ちょっとこう連絡取って彼のライブ見に行ったりとか、うん、で僕らもちょっとそのライブを主催してたりしたんで彼に出てもらったりとか、うんうん、まあ、佐藤さん自身もなんかバンドやられて、やってましてね。それで自分たちのそのイベントの時にどうしてもやっぱ来てほしいって言って、うん、佐藤さんもブルース系ですか。僕はもう割と ブリティッシュロックとか、そっちの方が好きだったんで。そうなんですか。だからブルースはそんなにこう、あれですよね、我々の世代のご多分に漏れずというか、こう割とそのローリングストーンズとかああいうところが、はい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 、こうカバーしているブルースをこう掘り下げていくとか、うん、で僕らだったらさ、それこそサンハウスとか、うんうん、ああいう人たちがやってるブルースってこれなんやろうかみたいな感じで、うん、ブルースロックですね、辿っていくみたいなの、はい、でブルースはちょっとだけこう、うん、かじるみたいな。明太ロックから入ってる。まあそうですよね、大体。あ、そうなんだ。僕ら高校ぐらいの時に ARB とか ロケッツとか、モーツルスターですからね。あ、昭和でね、だから一緒に出てたんですよ、モーツとか、ロッカーズとかね、いましたね。そういうお話を聞いてます。フォーク系の人もね、たくさんいましたけど、うん、なんか結構そういう人がいましたけどね。この間久しぶりに相川さんと会いましたけど、そうなんですか。お、金の後ろやねえかって言われてフルルームで言わんでくださいよ。ということでね、この映画の話をちょっとね聞かせていただきたいんですけども、はいはい、これはね、僕も拝見させていただきましたが、このブルース・ドレイ
ブルースの奴隷っていうことやね。これ表、ね、これも方言やね。方言です ね、 ね、うん、ブルースの奴隷。このブルースンってのは本当英語のことだもんね。うん、英語だろうね。ブルースン奴隷。うんっていうのがね、やっぱり聞かれたんですよ。このうんってどういう意味、うん、だから例えばオレン型とか、うん、そういうこう、うん、のみたいな意味でいいんじゃないですかって言ったら、うん、意外とやっぱりあのこっちの人なんかあんまりピンとこんみたいですね。そのうん、なんか、うん、そう意味がわからないっていう人いますよね、うん、ブルースン奴隷ってどういう意味。それは普通はわからないよね、うん、そうなんですかね、うん、分かりようそうなもんですか。この3人だけは分かるのは何を聞かれたらいいと。そうそう、あブルースのドレイね、うん、ブルースンドレイ、うん、オレン型っていう本当確かに ね、 ね言いますよね。オレン型遊びに禁止愛みたいなね、うんうんうん、僕の家に遊びにおいでよっていう。でもその前そのアルバムにこう訳詞が書いてあったじゃん、はい、今はそういうことも全くなくて、今もう伝わってるかなと思って、ね、もうやってないんですけど、そういうの。なるほど、うん、最初はねやっぱりいきなりなん言われたら、うん、もうみんな パニックになるんじゃないかと思ってね、うん、歌詞の意味ぐらいはちょっと分かってほしいなと思って書いたんですけどね、うんうん、次からはね、まあ、そんなのおせっかいする必要もないかなと思って、うん、もうみんな分かってくれてる、うん、でもそのフィーリングだよね、うん、で後でその詩をこうちゃんと理解すれば、うん、だから俺たちでも洋楽聴くときはね英語もわからんでからやっぱりフィーリングとか声質とか、うん、そういうので聴きよったもんね、うん、だからそれはすごいいいと思うし、もうあのこの言葉の乗っけ方がうまいよねあんたね。そうですか、うん、ありがとうございます、うん、結構あのいろいろパクっとばったんやいやうまい、もうねもう大したもんだと思うよね。ということでね、ここでちょっとあのそのこの映画ブルース・ドレイっていうこれはどういう風な感じで撮影されたんですかね。あですからあの、まあ、ライブに通って、うん、僕はまあ面白い人やなと思って、うん、そのもう大好きになって、うん、あのもっと聞きたいと思って、うん、ライブを見に行ってたんですけど、そのうち、まあ、何回も行くうちに、うん、やっぱりこれまあ知ってる人はいるけれど、そんなにこう僕もその時初めて、うん、こんな人がおるんだと思ったぐらいなんで、まあそういうこう映像にして、うん、なんかもうちょっとこういろんな人が見てくれたりしたらいいのになっていうような、まあ割と軽い気持ちでスタートして、こんな長くなると思ってなかったんですよ。これもう2時間近くねあるんですけども。そうです ね、 ね、それでそのまあ映像のお仕事はもうしてあったんですか前から。まああの個人的にそのメジャーな仕事とかじゃなくて、はい、あのまあ学校で教えたりとかする中で、はいはい、まあ自分で自主制作的な、はい、あのドキュメンタリーとか、はい、そういうのは作ってたんですけど、はいはい、なるほどね。だからそういう気持ちがこう入ってるから、まあ、あの見ててもねすごくあのまあカメラ何台もで撮るわけじゃないじゃないですか、うん、だからその編集とかもいろいろあると思うんだけども、やっぱり気持ちが入ってる感じがしますよね。もう基本的にはもう一人でやってるので、うん、1台まあ、うん、あの置きっぱなしにして1台、はいはい、手持ちで1台みたいなことはやるんですけど、はいはいはい、もう大体そのいつもこうだからあの そばにいるというか、その一緒にライブハウスに入っていくとか、うん、だからそういうイメージで、うん、あのやりましたよね、うん。このその要するに映画のね、まあ、記録映画になるんですけども、この展開はどういうふうに考えてます？映画館で、うんうん、まあ、上映できたらいいなっていうのはありますけれど、うんうん、で別にその映画館を否定するわけではないんだけど、うんうん、前から僕もあの以前自分の作品とか仲間の作品作ってあの、うん、上映会やる時もまあ、うん、小さなスペース借りて自主上映みたいなのでやってたんですけど、うんうん、で、まあ、今あの工事がよく出てるライブハウスとかでも結構その大きなスクリーンがあったり、うんうん、立派なモニターがあったりするんで、はいはい、だからむしろその映画館っていうことにこだわらなくても、うん、そういうスペースで、うんうん、あの少ないお客さんでもこう、うん、見てくれる人がたくさんいたら、うん、なるほど、それはそれでそういうネットワークが広がるっていうことの方が、うん、面白いかもしれないなっていうんで、うんうん、で今コツコツと最初別府のカバレーブスっていうあのライブハウスだったんですけど、はいはい、うん、でそこから二日市のブルースバーだったり、はい、あとはまあカフェだったりとか、
あとだからあの浩二がライブやったことあるところとかが、うんうん、あのうちでも上映させてくれみたいな。なるほどね。でもそういうこうつながってるんですよ、どん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 。まだ少しですけど。まあこう結構大変なことだと思うんですけども、その映画自体がねすごくほらいわゆるメジャーになってくればなるほど規制がこう、ね、結構厳しい感じになりますし、ただその浩二おうちらしい感じのねプロモーションってあって、うん、おそらくそういう形の方が彼にね、うん、合ってるとは僕も思いますよね。そうですね、だから今はちょっとなかなかこういう状況なんで、はいはいはい、一緒にっていうことがなかなかできないですけど、うんうん、まあ、何らかの形でその映像とちょっとミニライブとか、はいはいはい、逆にライブとちょっとダイジェスト映像とか、はいはいはい、ちょっとそういう組み合わせをいろいろ考えていけば、そうですよね、いろんな展開があるんじゃないかなっていうのは、うん、僕もねそれ見ながら思ったんですよ。ちょっとだからその ダイジェストみたいなものとライブっていうのもいいし、例えば今回この DVD 持ってきていただいたんですけども、このお話しても大丈夫ですか？あ、大丈夫です、はい。これはライブの時にこれを売るっていう。そうなんです、もともとあの浩二がライブをやったところに、うん、そのいわゆる物販 の、うん、あのアイテムとしてこうこ CD なんかと一緒に持っていったらいいんじゃないかっていう彼のアイデア、ね、うん、で普通はあんまりね映画できたばっかりの時に作できたばっかりの時にこれをもうすでに売るっていうね早かろうもんっていう感じだけど、でもこれはあんまりやないっていう感じだったんですけど、まあ、彼のアイデアも それはそうだなと、あのライブ聞きに来てくれた人が、うん、もしかしたら買っていくかもよと、ね、俺が手売りで売っちゃけんとかなんて、うん、強気に言うもんだから、うん、なるほど、ね、ならじゃあ作ろうか。いやそれもねいいんじゃないですかね、うんうん、面白いなと思って、うん、面白いね、うんうん、ただやっぱりこうあのファンの方々のねそういう一つの、まあ、個人のこう今までからその始めた頃からのお話とかいろいろふるさとの話こととかっていうのはやっぱり実際見たいしね、そういうあの地元の人だけじゃなくてね、そういうこれも記念になると思いますよね、うんうん、一つね、そうそうそう、だからそういう形でもまた面白いですよね。そうですね、普通は考えられないけどね、うん、あのまだ映画上映してないのに今売っちゃうってそれでまあそれ手作りのいいとこで、まあね、僕は手作りでやってるんで、例えばもっと特典映像増やそうやとかと思ったらまた増やせばいいし、そうそうそう、それはそうですよね、いろいろ自由だね、自由自由、まあそうですね、割とね、ということでね、この生歌を今日歌う時間がないからちょっと浩二一曲なんかする、うん、一曲ですか。うん、いや一曲、とりあえずなんかこれ4番歌に使って、うん、4番とか、これラジオお聞きの皆さんね、今動画撮ってますけれども動画はこう分かるんですけども、こういうね、うん、なんか何を歌うかね、まあ、ちょっとじゃあ映画全然関係ないんですけどね、うん、コロナでまあ家にいて悶々とした気持ちをね、ほうほう、ちょっと曲にしてみましたんで。空は高原晴れちょっとね、一つね空なのに誰もおりません、この町には桜も咲いちょったとね、桜花満開やったとね、誰見らんうちに散ってしもうたばい、あの子に会いたいのに、大手の子接触したいのに、
よりこうおばさんがダメって言うんばい。それは不要不急の恋でしょう。ステイホームブルーズ、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 いつまで続くんかい。ありがとう。いいね。ステイホームブルーズ、ステイホームブルーズ。ね、あの結構新曲とかいろいろもうできた、だいぶ。まあできてますね。まあ今みたいなノリですけどね。しんみりとかじゃなくて、しんみりとかそういう曲じゃなくてね。ああ、全然。まあこの映画見たくれた人も大抵言うてくれるのが、とんかつ食べたくなるっていうね。この映画見てくれた人、それが一番多い感想だと思います。とんかつブギーだっけ？とんかつだけね。そうそう。そういうのもあんまりそんな感想の映画ってめったないよね。そうそうそう。とんかつが食べたくなったっていうのはね。まあ見てくれたらわかると思いますけど。まあでもほら酒が飲みとなったりとかね。酒ね。そういうのはねあるけど。濃厚接触したくなったりとか。そうね。でもゆり子おばちゃんがダメって言うから。その通りでしょ。ねあのそういうね工事大石さんですけどもですね。これあの。これ今ちょっと聞きながらちょっと読んでたんだけども、あのこの DVD の中、東光義さんがなんかね、はい、あのコメント、ね、うん、素晴らしいことですよね。これいろんなところからやっぱり今あのなんか記事とか出てますか？あ、そうですね、うん、それはあの、まあ、工事がお願いしてくれて、で、うん、僕が師匠のディスクを送ったら、短いあのこのチラシに使うよ、わざわざちゃんとチラシに使うような短いやつとショートバージョンと、それとその長いのを分けて送ってきてくれたんですよ。うん、うわこれは素晴らしいと思って、でもうその通りに短い方を、うん、あのチラシに使わせてもらって、なるほどね。で長い方はやっぱその封入するぐらいの価値があるだろうということで、はい、はい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 、それでやっていただきましたね。うーん、ね、こうやってまた佐藤さんとその工事のこの、ま、一緒のタッグというかね、まあ、ね、あの映像とあの歌とっていうのが、まあ、しばらく続いたりもするんですか？まあ、ですから映画はその一区切りというか、これはこれで一つの形だと思うんですけど、うんうん、まあ、これからも多分あの上映をしに行って、で一緒にライブしたらそれもまた撮るでしょうし、うん、なるほどね。でまあその DVD を、そうですね、うん、あそれからさっきの話でその、はい、批評という意味では今あのこのブルース&ソウルレコーズの、はいはい、今出てる161号ですかね、うんうん、でこれにあの、うん、書いてもらいましてね、なるほどね、1ページ紹介してもらって、これもとってもいい文章で紹介してくれて、なるほど、これもちょっと感動的だったですね、うんうんうん、ありがたいなと思って、こういう1ページもあるまま、あー素晴らしいですね、でもね、どうよ工事最近、嬉しい限りですよね本当に ねこういう展開になるとは思わないし、僕もねやっぱり自分の映画ができるなんて全然思わないですもんね、やっぱ、うん、音楽やってて、うんうんうん、だから僕の宝物ってことですね、これは。なるほど、ね、将来、まあ、うん、年取ってからも思い出すでしょ。もともと撮り始めた時にこれ長くなるっていう話でしてなかったもんね。そう、もっと軽い記念撮影ぐらいな気持ちだったんですよ、はい、コンパクト、うん、でやっぱりあの松井さん大鶴に呼ばれたっていうのと、うん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 、それでやっぱり北部九州の、 あの災害、うん、あの災害豪雨があって重なって長くなっちゃったよね。でまた、うん、またその復興で呼ばれると、うんうん、これはやっぱりちょっとやめるわけいかんなっていう感じで、うんうんうん、だからやっぱりふるさととの、 あの関わり合いっていうのをね、がそのラインがつながってるっていうのが素晴らしいと思うんだよね、はい、だいたい時が経ってさ、俺たちみたいに東京出てきたらさ、ふるさと忘れがちじゃん。そうですね、うん、だからそれはね、なんかすごくいいっていうかね、まあ、忘れかけても僕の場合ほら日田弁で歌ってるじゃないですか。あ、だから日田の人たちが、ね、あの早く帰って
恋みたいなね、うん、あの お前の音楽が聴きたいって言ってくれるからね、なんか、もうそれは忘れようにも忘れられないよね。ああ、それはあるね、うん、それとあの映画を見てくれた人が、うんうん、そのふるさとっていうことに関して言ってくれたのが、うんうん、もちろんその工事王子にとっての日田っていうふるさとあるんだけれども、うんうん、それがこうやっぱりもうこっちに来て長いので、うん、それが例えば阿佐ヶ谷だったりとか、うんうん、あのとんかつ屋さんだったりとかっていう、うんうん、もうそのふるさとっていう形が、うん、日田の場合は一つのこう何か物語みたいなふるさとで、うんうん、でリアルなふるさとっていうのはこっち側にこう、うんうん、阿佐ヶ谷とかとんかつ屋とか、うんまあうん、ブルースバーみたいなところ、うんうん、なそういうところにこう彼の故郷みたいな顔がするみたいなことを、うんうん、あの見てて言ってくれた人がいて、必ずしもそのふるさとにずっとこだわってるってことじゃない、ね、そうね、なるほどね、うん、そういうまあ独特なやっぱり工事おうちのこう世界っていうのがねありますからね、うんうん、だからいい形でね彼はあのなんかあの幸せになってほしいなとか僕はねあの子供のように子供じゃねえ幸せやろいらん世話って言って幸せよお前いや、やっぱりねそう思いますよね。僕も随分こう出てもらったのも随分前でしたからね、うん、最初のね、僕もなんかね、やったからね、そう思いますけども。ここら辺でね、ちょっと松下俊美呼んで、お便りご紹介しますか。ということで、ね、監督じゃあ、後で、ね、はい、ちょっと、今こういうね、時期で、スタジオに入る人数がちょっと限られててね、あれですけども。バタバタでごめんなさい。はい、ということでね、はい、お便り、はい、お便りご紹介しましょう、はいはい、これミキさん、あ、ごめんなさい、マスクを、うん、ミキさんからね、いただきました。博多のミキさん、ありがとう、はい、皆さんこんにちは、はい、こんにちは。メールを送ってる段階では静かな天気ですが、うん、学校の休校や飛行機の欠航など、うん、新幹線の運休など決定していてちょっと怖い博多です。あ、そう、あのね、今台風のね、台風ですね、うん、先週のゲストの高崎雅子さん、高崎雅子さん、はい、はい、変わらず素敵な空気感が本当に良かったです、はい、そして今週はついにムービースター、うん、ムービースター工事大内さんの登場ですねお帰り、ムービースターになっとるじゃん、ね、そうです、いえいえいえそして佐藤監督ようこそ、映画完成、はい、そして公開おめでとうございます。はい、おいらは博多じゃなくて二日市の小菱が、うんうん、かっこコーヒー&シガレッツで見ました。コーヒーのシガレッツってのは喫茶店かな、うん、そこで見ました、うん、工事のふるさとへの思い、うん、それに周りの人たちの温かさも含めて感動しました、うん、とんかつ屋の大将との思い出のシーンも素晴らしく、うん、歌ってる時に鏡越しに、うん、笑顔の大将が映り込んでいるのが最高でしたね。ほうほう、見どころはまだまだいっぱいあるけど、うんうん、それをここで話したら番組終わっちゃうんでやめちゃいます、うんうんうん、とにかく今日もあっという間の1時間を楽しんでください。はい、はい、工事富士宮のあいつにも DVD 送っといたけんなって伝言です、はい、リクエスト、うん、富士宮、うん、リクエストということでとんかつラグ、うん、それにやっぱり大鶴村のサイレンだけどいつも通りなでも OK です。なるほど。でカナオさんには、この間の楽屋のライブお楽しみ様でした、うん、ありがとうございます。先週の土曜日佐賀のライブハウスに行って、うん、オーナーの由美子さんが、誰のオーナーの由美子さん、ほう、どこのこれはね浩二さんに言ってると思うんですけど上映を検討してるって話してたんですけど、うう翌々日には上映が決定、その時に友達用に連れて行ってもらった喫茶店のマスターが、うん、実は音楽魂の動画をいつも見ている方で、もしかして博多のミキさんですかって言われて盛り上がりました。ちょっと自慢が入ってます。博多のミキさん、博多のミキさん、この番組でも有名なんだよね。この番組でも有名なんですよね。そうです、毎週ね、初めて聞く、初めて知らん、いやいやいや、初めてね、いつもね、誰かのメールをね、いただいて、うん、このメールで成り立ってるようなそうじゃないか、ね、ではじゃないですけど、いつもね、あれ、ありがとうございます。ないの、ちょっと他ちょっと、見当たりませんね。いや、チェックしました、最近、はいはい、うん、ということでね、なんかリクエストあったけど、どげんする、うん、大鶴村っていつも言われよ、いつも言われるね、うん、でも私もこれね、
監督から送っていただいて見たの、うん、すごくね、あのふるさととのやり方、すごくやり取りが、あ、この、あの、うん、映画の中、ね、はいはい、うん、すごく良かった、うん、そう、さっきそう話を聞きながら私もちょっと言いたいなと思って感想を。なるほどね、うんうん、それ、うん、まあ、一つそういう歴史、大鶴村のサイレンっていうのは僕やっぱり最初に聞いてね、まあ、このカントリーブルースみたいな、まあ、感じなんだけども、なんかこう、うん、やっぱりこうグッと来たよね、そう、その歴史がね、公民館でね、の話なんだけどもね、うん、育った時のね、うん、っていう、まあ、そういう歴史を置かれるね。じゃあ大鶴村歌えます？いやいや、別に歌いたいことないよ。さっき言ってた新曲は歌ったの？うん、あの、ステイホームブルースと、あの、もう一個、もう一個、夜明けダムの、うんうん、夜明けダムっていうのが、あ、そう、これね、このサブタイトルが、うん、これ地名なんですって、夜明けダム、魂歌って、まあ、まあ、すぐに魂歌ったとか言いたがるけどね、ブルースは。まあ、それ作っただけで、別に魂歌ったわけじゃないけどね。そうだろ言いたがるから、魂歌って。すぐに。すみません、ゲストに対して、お前とか。魂。まあ、俺はブルースに魂を売った。夜明けダムでって書いてある、この夜明けっていう地名、地名なんですね、ね、素敵なんだね、はい、大分県日田市夜明けというのがあるんですね。そうなんだ、夜明け駅っていうのがありますね、夜明け駅、大鶴駅のちょっと夜明けダムでっていうのが ね、うん、いいよね、怖いとこですよ、夜明けダムはもう、いや、真っ暗でダムだから、ダムって言ったら怖いよ、だからもう地元はもう こっちは東京湾に なんとかっていうの、沈めるととか、うん、向こう夜明けダムに沈めるとっていうのは、ね、そういうとこなんですよ、ね、いや、何それ、いやそういうところ、うん、怖いところなんですけどね、怖い、犬鳴き峠ってもあるんだ、犬鳴き峠ね、うん、名前からあそこで写真撮っとったら、まあ、あげんとこ行ってるんですか、犬鳴き峠ありますね、怖いね、もう有名な心霊スポット、あ、そうなんですね、まあ、でもなんか名前も素敵、いや、じゃあその歌をちょっと、まあ、うん、まあ、夜明けダム、夜明けダム、ちょ、この映画に、うん、まあ、大鶴でお祭りで歌うシーンあるんですけど、うん、その時にこう坂上がっていくシーンなんですよ、あったね、で元学校だったんですよ、あ、学校、僕が行ってた小学校、あったね、そこのシーンで、まあ、こんな小学校のね、この坂道で上がっていくなんて思わんかったねというシーンがあるんですけど、うん、まあ、そういう、シーンをこう思い出しながら歌いたいと思います。ちゃん元気しちょるかい、たまにゃおれんことも思い出してくれよるかい、あん時を別れしてからかれこれどんぐれたったちゃろね、しげみちゃん忘れられんばい、あの冬休み最後の日明け方、川べり鬼びた銀品照らされる顔がいらしすぎて、しげみちゃん帰ってきたばい、ただ君が黙っとっただけ、自由とにあんころんすい思い出が溢れ出しきて涙が出そうばい、夜明けダムを走る三八六号線、今年もこの道を帰るばい、ふるさと茂みちゃん、みんなも元気かい、おじさんおばさん同級生やつだもん、去年の雨はいずかちょろ、
俺もこっちで心配があったばい。しげみちゃんまた会おうや、もっぺんあの道を歩こうへ。今はもうのうなってしもうた、学校の坂道を夜明けダムの向こうにドライブインが見えてきた。今年はあの人に会えるかい、ふるさと。夜明けダムを越えて風倉山が見えてきた。夕日に照らされて Sweet Vibe ふるさと。最後スイーツバイふるさとって言いますけど、うん、これはスイーツはあのスイーツじゃなくて酸っぱいという意味の九州弁のスイーツ、スイーツスイーツスイーツ、ね、酸っぱいこと。そこはじゃあ漢字で書かないと分かんないかな、うん、漢字ですかね。スイーツ甘いスイーツじゃなくて、うんうん、分かる分かる、酸っぱいのことスイーツって言うわけ、うん、それはもう四国でも多分、うん、あそうなの、分かる、なんとなく分かる。スイーツって言わないでしょ。でもツは言わない、ね、ツを言うから来たわ。スイーツバイってこれスイーツ、あー本当にスイーツって言うの。スイーツ言いますよ。あのスイーツ、あんたスイーツだ、スイーツを買いって。うん。スイーツ、酸っぱいやつが好きなのかっていうことね。スイーツ、スイーツを買い。うん。スイーツを買い、うん、まあ、ふるさとはスイーツという意味、うん、歌でした。うん、でも、あのタイトルほら、怖いって言ってたけど、うん、なんか明るくていい感じのノリ。ね、これ昼間ですから ね。昼間は別に怖くないの。夜になると真っ暗って怖いです。昼間でも夜明けです。まあそういうダムってそんな感じあるんですよね。まあね、ダムって怖い。だいたい山の中にあるじゃん。そうですね。まあそれはもちろんそう。まあそうだ、ね、でもこのダムが見えてくると、日田が近いなという。あ、日田の途中にあるの。そうそう、福岡はもっとこう県境にありますから、うんうん、いうわけだ。へ、そうね。うん、あのぜひこれ見てほしいね。ぜひね、このブルース&グレイ、あの山の向こうに何があるんだろうかね。おそらくね、あのいろんなライブハウスとかでね、うん、あの、まあ、本編上映、うん、っていうことがねあると思うんで。そうそう、 あのあなたのホームページなんかに予定は、予定とか、今後の予定とかはまだ入ってないんですけど、さっきに入れます、うん、これあの映画のこととかもね、いろいろあの宣伝出ると思うんで、うん、あのね、あの楽しみにしていてください、うん、ご期待くださいということでね、はい、ブルース&グレイでした、ということでね、ちょっと最後なんか一緒に歌う、はい、一緒に俺いいじゃん、今月の歌があるんじゃないですか。今月の新曲いいよ。新曲かな、ね、うん、今月の歌があるんよ。不良中年のすすめ自分で今月の歌、あ、そうそう、初めて聞くねそれ。自分でつけたらね、作ったんですよね。じゃあちょっとやってみる、やりますか、うん、はいはい、もういいや、コードやな、あ、一緒になんかなって言ってもらったらいいよ、ワン・ツー・フリー・フォー、なななな、嫌われても逃げられても俺はめげないぜ、怒られた分だけ強くなれるのさ。
叩かれた分だけ強くなれるのさ。そんな気持ちまるで初めてさ。あっち向いてこっち向いてあなたに首だけ。そんな気持ちまるで初めてさ。こんな騒いでどうするのみたいな不良中年のすすめをお届けしましたが、本日のゲスト浩二大内さんですけどもですね、先の予定っていうのはまだなかなか10月23日に、はい、大阪のイベントで出ます、はい、命の渚コンサートという、もうまあ、全国からミュージシャン集まって昼間からやるイベントで、なるほどね、命の渚、コンサート、春一番っていう春一番、あそこと同じ会場なんですけど、今春一番なくなっていうもやってないんですけど、あそこと同じ会場で、イベントで大阪で、これが10月23日で24日がこの映画の上映、大阪の、あのハウリンバーというとこで上映しますね。なるほどね、夕方ぐらいからライブハウスよね、ライブハウスで、ね、でその時はもう、まあ、は初めてなんですけど、その映画の後に歌うという、いいじゃない、映画の後に歌うのどげなふやっぱりもう、あ、まあ、まあもちろんねいい一番苦手としてるとこなんですけどねでもこれはやりますよ、気合い入れ、気合い入れて、そう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 、恥ずかしがりだよ、すごいありがたい、ありがたいって私が言うのなんですけど、このブルース・アンドレイを引っ提げてですね、そうよ、個人もまた10月からね、いろいろ回りますけどもね、よろしくお願いいたします。皆さんね、お楽しみいただきたいと思います。今日監督のね、佐藤弘明さんもね、ありがとうございました。ということで、まだちょっと時間ありますが、あ、そうなんですか、なんかお前歌で終わる、もうお前って、あ、失礼しましたいいですけどね、なんか、あ、そうかな、うん、まだこれぐらいだから、ね、ちょっとこれ、じゃあもうこのスターになった気持ちで、そうそうそう、ほうほうほう、ジョネノになった気持ちで大丈夫です。いやーい、あ、何ビートルズやるの、ビートルズやろうかな、ちょっと小道具も、小道具、あ、そうじゃない、映画も撮ってもらったしねちょっとまああんまり時間がないけど、はい、はい、やる、ラーラーラー
それはある大晦日の夜、腹減りすぎて死にそうやった時、これ食いじゃい年越しそばを持ってきてくれた床屋のおっちゃんとおばちゃん、床屋のおっちゃんとおばちゃん、俺もいつかそげな優しか大人になりたか、何もかも嫌になってしもうてぐれてしまいそうになっちゃった時、こらくさん自分にまくるじゃねえぞちゅ自分殴ってくれた友達の親父、友達の親父、俺もいつかそげなかっこよか大人になりたか、学校やめなことなってしもうた時、学校やめなことなってしもうた時、リンガーハットのちゃんぽん腹いっぱい食わしてくれた、学校の担任の先生、学校の担任の先生、俺もいつかそげな立派な大人になりたか、恋に破れて打ちひしがれて何も見えんことなってしもうちょった時、スナックに連れてっち酒飲み方を教えてくれた俺の親父、俺の親父、俺はバッテン親父のような大人にはなりとなか、 All you need is love, All you need is love, All you need is love, Love, Love is all you need, Love.これもね、ラブラブラブっていうね、ね、ということでした。今日はね、もうあっという間の1時間でしたけどもですね、はい、今後とも頑張っていただきたいと思います。浩司陽一さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お相手は？はい、松下としみ。ライブ来てください。キューピー。あ、ライブ、自分の宣伝するの忘れてた。いつもそうだ、いつだっけ？明日、明後日。19。9月19日、はい、鶴間のね、キューピーっていうバンドでやりますね。はい、来てください。ぜひね、お越しいただきたいと思います。ということで、あっという間の1時間でしたけども、ここでちょっと、松下さんお相手紹介して、はい、監督ちょっと中に、はい、監督さん。監督ご紹介しましょう。もう一度ね、はい、佐藤弘明さんです。はい、すいません。本当にね、頑張っていただきたいと思います。なんかぜひね、いい形になることもね、祈っておりますけどもね、はい、先輩としてよ。あ、そうですね。よろしくお願いします、先輩。能形生まれなんですか？いや、僕ね、親父が転勤族だったんで、中学2年から高校卒業まで能形。その時だって、もともとお生まれはどちらなんですか？どうやら鹿児島で生まれたらしいんですけど、よく。でも九州なんですね。福岡が長いですね。本当桃地とか中川とか懐かしいよ ね本当ですか、うん、ということでね、今日はもういろんなね出会いがありました。今日も素敵な出会いをありがとうございました。浩司陽一さん、また来てください。また来ますね。え、ジョン・レノンの納豆やな、なってます、ということで、ね、あっという間の1時間でしたけど、また来週お会いいたしましょう。 See you next time。
りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しい